エスタジオアルトゥール・センダス2012年の所属選手、アウダックス・リオデジャネイロ・エス・ポルチ・クルービは、ブラジル・リオデジャネイロを本拠地とする、サッカークラブ。通称はクレミオ・ザ・スコ・アウダックスとの区別のために、アウダックス・リオ。かつては、センダス・ポンジア・スーカル・エス・ポルチ・クルービと呼ばれていた。2005年8月8日に、センダス・ポンジア・スーカル・ e c として設立された。 2007年にカンピオナートカリオカセリエ b ニを制した。2010年にコパリオを制したため、2011年にカンピオナートブラジレーロセリエ D に初参戦した。2011年7月17日にアウダックスリオデジャネイロ EC に改名。これに合わせてロゴやユニフォームも改められた。会長はこの改名をサポーターに身近なチームにするためだと語った。 初参戦したカンピオナート・ブラジレールをセリエリーは1次ラウンドで敗退した。2012年にカンピオナート・カリオカセリエビー1で2位を取り、2013年に初めてカンピオナート・カリオカに参戦した。本拠地はエスタジオアルトゥールセンダス。収容人数は1000人。ありがとうございます。